何って。嫁と婿は一緒に寝るものだろ。あったかいな。端っこは冷たいな。嫌か？こういうの。お主人ちゃんが嫌なら出ていく。なんだ？何がまずいんだ？夫婦ってこういうものだろ。やっぱり帰った方がいいか？お主人ちゃんは優しいんだな。それはとてもとても平和な世界のお話。悲しいことなんて何一つないその世界には、とてもきれいな湖がありました。
そこにはいつも誰かが見物に来ていましたが、今日は小人たちが遠くの国からはるばる遊びに来ていました。彼らは水の上に葉っぱの家を浮かべ、みんなで水の中を覗き込んでは、すごいすごいと言い合っていました。そこへ魔王がやってきました。とても欲張りな魔王がやってきました。おはようございます、お主人ちゃん。これは嫁の仕事だ。婿は頭なんか下げるな。うん。嫁の仕事に関してなんだが。嫁は朝はまず何をするんだ？伝え聞くところによると、ご奉仕か？で、ご奉仕というのは具体的に何をするものなんだ？勉強不足ですまん。うん、教えてくれたら言う通りにするぞ。任せろ。どうした？
さあ、どんと来い。何をブツブツ言ってるんだ。早くご奉仕の意味を教えてくれ。おいってば。すまん、どうも慣れなくてな。はい。なるほど。これがご奉仕か。経験不足で申し訳ない。明日はもっとうまくやるから、これに懲りずにまたやらせてくれ。毎日やるのが嫁の義務。ちゃんと調査済みだ。頑張ってすぐになれるから、そう嫌がらずにやらせてほしい。ダメか。うん。じゃあ、お主人ちゃん、すぐに朝食だから今に来てくれ。ん？お主人ちゃんは朝食を抜く人だったのか？何が悪い。婿の食事の支度は嫁の立派な仕事だぞ。遠慮しているのならいらぬ気遣いだ。もう準備してしまったからな。後の祭りだ。仕込みは先日床に着く前に。手のかかるものは先ほど終わらせたので、あとは火にかけるだけだ。ちょっとだけ待っててくれればすぐに終わる。じゃあ、今で待っててくれ。
手伝いなどいらん。あのな、ご主人ちゃん、これは私の仕事だ。婿に家事の手伝いなんかさせて、私に恥をかかせる気か？よそは知らない。うちはうちだ。主人ちゃん、一言だけ言わせてくれ。婿はどっしりと構えてろ。そばでちょこまか動いてる嫁になんぞ目もくれるな。以上だ。今日から学校だろ。時間があるのなら早く着替えたらどうだ。ちょうどいい。今呼びに行こうと思っていたところだ。どうした？ぼーっとして。そうか、お腹が空いてたのか。すまない、遅くなって。
何の話だ？嫁として当然のことだ。いちいち礼なんか言わなくていい。冷めないうちに食べてくれ。お前のために作ったんだから。お前の好みが分からなかったんでな。とりあえず無難な献立にしてみたんだが、どうだ？そうか。えじゃないか。あまりそのなんだ、そういう殺し文句っていうのか、そういうのはその慣れてないからやめろ。いや、謝らなくてもいいんだ。うまく言えない。とりあえず食べろ。おかわりとか必要だったら遠慮なく言えよ。今度はお主人ちゃんの好きなものを教えてくれると助かる。きっと美味しく作るから。
もちろんだ。どうした？行かないのか？問題ない、完璧だ完璧だ。どうした？できない。お前は私の仕事を取る気か？分かればいいんだ。これか？ほうきだが。当たり前だろ、私の責任だからな。うん、いかん、遅刻する。向こう遅刻させるは嫁の恥、聞かぬは一生の恥だ。